カー選手っぽいもん。これがいいかなって。そう、なんかいい、いいなと思っちゃうんですけど、まあ、仕上がりなんですけど、はい、結構分厚い生地選んだとしても、はい、こんな感じで仕上がってくるんで、おペラペラっとした感じで、はい、あ、本当だ、そう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 、はいはい、感じなんで、ちょっとショックなのは福西さんも、綺麗な馬みたいな、はい、お姉ちゃんのスーツ、今着てるスーツ、はい、みたいな感じなんと、ちゃんとしたスーツね、はいはい、なんとこれを作ってんねんけど、はい、最近これしか着てない。楽で楽で、あ、こういうの気になっちゃうんですよね。あ、でも絶対似合う、はい、いいっすね。どうしてもやっぱすっぺっちゃうんですよね。もう今これっすもん。ちょっと在庫見ましょうか。はい、ちょっとちょっと見ましょうか。絶対似合うもんな。川崎にいた時、短髪やったやん。はいはいはい、はい、短髪あかんかよかった、うん、ミディアムのパーマがいいと思う。あ、サッカー選手っぽいもん。で、僕もこれゴムすんのがなんか気合入るんですよ、試合とかだと。スイッチみたいな、だから伸ばしてたんですけど、シンプルだったら何色がいいと思う。ボタンどうしましょうね。茶色系見ちゃうんですけどね。